では今日東日本大震災の犠牲者を悼む行事が各地で行われましたが、発生から2年が経って海外では震災について報道される機会がかなり減ってきています。被災した人たちの気持ちをもっと知ってほしい。あるアメリカ人の青年がドキュメンタリー映画を制作し、現地時間の3月19日から上映するという映画に込められた思いを感じました。They heard about the incident. They heard about the snow in the earthquake.